ですので家内で協議した結果、地元食材をふんだんに使用したオリジナルスイーツを開発し、Gメッセ群馬を県内外に PR するツールとして。そんなんじゃ全然ダメなんだよ。群馬ちゃん呼んできて。え、群馬ちゃん、なんでですか。いいから早く。ちょっと失礼します。あのね、今からスイーツなんか作ってどうすんの。もう G メッセ群馬は4月にオープンしちゃうんだよ。今から商品開発したって間に合わないじゃない。っていうか、そこ何してんだ。そこ焼きまんじゅうを皆さんに振る舞うかと。味噌だれにはこだわってますよ。確かに焼きまんじゅうは俺たち群馬県民にとってソウルフードだよ。俺も大好きだし嬉しいけどさ、今会議中でしょ。っていうか、焼くなら炭火で焼きなさいよ。炭火で。ゴーゴー群馬ちゃん。なになになに。うん、知事にお知らせしたいことがあるんだって。うん、コンベンション推進局のみんなはとっても頑張っているよ。このことです。そうなの。まあね、ゴマちゃんは可愛いけどさ、確かにみんなよく頑張ってる。そのことは僕も分かってるんだ。群馬ちゃん効果。まあ今日はもうこのくらいでいいや。来週までに別の提案考えてきて。Gメッセ群馬を群馬のシンボルに。あと1ヶ月しかないのに。しちゃったな。いや、痛くはないけど。何弱気なこと言ってんのよ。県民の大切な税金使ってんだから、もっとちゃんと考えなさい。義理人情は？なんだって？あってな、Gメッセの B は義理人情の G かなって。はあ、何それ。そもそも Gメッセの G って何でしたっけ。グローバル、ゲート、グランドなどの意味が込められてる。ウェブサイトにも出てる。よく見ておいてください。じゃあ後でチェックしておきます。お待たせ。じゃあ行こうか。今度は通りますかね。ああ、きっと通るさ。どうぞ。